おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2161です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今月もやってまいりました週刊グランツーリズモエンツォフェラーリを作る、こちらのですね9月編をやっていきたいと思います。で、今回ですねやりたいのがですね、以前までは車体にねいろいろパーツをね組み付けて結構大掛かりなね作業をやっていったということで、今月はですねちょっと小休止ということで、ちっちゃいパーツですね、まあ足回りのパーツ、こちらをですねちょっと2回にわたって作っていきたいと思っております。で、一応今回はですね肝となるパーツ、ただ組み付けるものとしてはねそんなにないんですけどね、ちょっとそちらのパーツの方もやらなきゃいけないんでね、ちょっとそちらの方を今回やっていきたいと思います。で、一応対象物としましてはブレーキっていうかねタイヤ周り、そちらをやりたいと思いますんで、まずはですね今回使用するパーツをざっと準備してしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。まずこちらの大きいやつですね、こちらが31号、こちらが32号で、ここのところにねちょっと封が開いておりますけど、こちらがですね23号です。そしてここのところにもうタイヤが入っておりますけど、今回こちらというよりも中に入っているこのパーツですね、こちらを使うために用意しておりますのが、これが40号ですね。で、あとこちらがですね4号の残りです。4号ですね、ここのところにパーツがついているんですけどね、これの残りのねこちらだけちょっと使っていきたいと思いますので、一応今回はこのような感じでパーツを用意したというふうになっておりますので、早速ですねこちらケースから出してパーツ意識ざっと準備してしまいたいと思います。はい、パーツ意識準備できました。ここが31号、32号、こちらが23号、40号、そしてここのところに置いてあるやつが4号ですね。はい、一応こんな感じで用意しました。で、今回ですねこちらのところにパーツをただ組み付けるだけとなっておりますので、車体とかねそちらの方は使わないという感じになっております。なので基本的にはこの辺のブロックごとで完結していくという感じです。で、その中で40号のこちらのタイヤですね、まあホイール、これは使いませんので避けてしまいます。で、さらにこちらのビスですね、これは使うんですが、こいつも合わせて使いますが、多分このちっちゃいのはね使わないんじゃないかなと思いますんで、これはちょっとね大切に保管しておきましょう。はい、まあ、一応こんな感じのものを用意しますと。で、組み付けるものとしまして、まずはですね手前のこいつからいこうかなと。こいつがですね以前組んでいたパーツのところにガチンと入りますという感じになっております。で、ここのねパイプといいますかね、ここの蛇腹の部分ですね、これ結構柔らかいので、何回もねこうやって動かしてるとぐしゃっとね潰したりとかねちぎれちゃう可能性がありますんで、ちょっと取り扱い注意と。で、こちらのね細いパイプっていうかね、これに関しましても同様なんで、ちょっと注意しましょうと。で、こちらに対しましてこいつをつけますよと。で、向きが多分こういう向きですね、こっち側にね2色になってて、こっち1色ですけど、こちら2色になってるやつが前ですよと。で、これがですね多分ここにはまりますと、こんな感じで、この状態でつけてしまっていいと思うんですけど、その時にこいつですね、これがここにはまりまして、裏側からこいつを取り付けますよと。で、この状態で反対側にズボッと出てしまっておしまいではなく、これはねねじ込むような感じになっておりますんで、ここの部分をドライバーで締めていきますよと。多分こうすると、今ね見えてないと思いますけど、反対側にねネジが出てきております。で、この状態で多分ねギュッとかけてしまっていいと思いますんで、ギュッと今力かけました。この状態でこうなります。こういう風にねこれが回転しますよと、こんな感じで、あとここのところにホイールがバーンと入りますみたいなね、そんな感じとなっております。こんな感じの固定ですね。はい、これでねしっかりと取り付けることができました。で、このパーツがね準備できましたので、他のビス関係ですね、このような感じのネジ関係は多分使わないと思います。で、裏側とか見てもここですね、ちょっと分かりづらいと思いますけど、ここのところにねちょっと黒い点がねこことここにあるんですけど、これですね2枚のパーツを重ねている接続部分になっておりますんで、ここの部分に何かねネジを使って固定するとかね、そういうわけではありませんので、こちらね1枚のものでこれで完成という感じとなっております。あとこれを組み付けるという感じかな。はい、で、こちらのネジに関しましてはこいつの予備ですね、多分それでいいと思います。で、先ほどね40号でやりましたこちらのネジ、これはですねこいつらに使うためのものとなっております。こちらの中間のねこの黒い筒も先ほど使ったこいつと同じものですね。はい、なのでこちらのねネジ関係、これも多分予備だと思いますんでね、これはまあ大切に保管しておくという感じかなと。で、同じような方式でこちらのやつも同様に組んでいきますよと。こちらのディスク部分をここにねはめ込んであげて、裏側に黒いパーツ、これ逆に入れてしまいますと、まあぐらつくのもそうですけど、ネジが最終的に届かなくなりますんでね。で、組み付ける順番ですね、これがここに入ってこいつが入るとなると、今度ここの内側にね収まらなくなってしまいますんで、
こちらをここに取り付けて、裏側からこちらの黒いやつですね、これを入れて反対側にネジをね差し込んで、あとはねじ込んでいくと、こういう方式となっております。でこちらねじ込んだこのネジですね、ここの部分に対して先ほどちらっとね出しましたホイール、あれがここにバチンとはまってキャップがつくみたいなね、そんな感じの構造となっております。でこれがね組み付け完了しましたら、とりあえず回転するのだけ確認しておきましょう。こいつだけ単体で動くんではなくね、こちらネジもちゃんと回ってるのを一応見ておいた方がいいと思います。はい、これがですねフロントのディスクブレーキだと思います。リアかな、これちょっとね調べてないんでわかんないですけどね、一応こんな感じのものです。で31号のこちらですね、ネジ関係は先ほどと同様に今回使えませんのでね取っておきましょう。でこれのですね見ていただくと、こことここで、さらにこちらですね、3箇所 1,2,3 箇所、ここの部分にネジ穴がありますんで、ここに対して先ほどのネジですね、この辺これを使って多分固定すると思いますんで、まあパーツごとね合わせて保管しておいた方がいいと思います。でこれが準備できました。で今度23号のこいつですね、こちらにも大量のねちっちゃいネジがついてきておりますけど、こちらも同様にこことこことここですね、ここに3箇所ネジ穴がありますんでね、ここに対して多分取り付けるビスだと思いますんで、でいっぱい入っておりますけど、こっち分もね含めて入っていると思いますんでね、こいつを組み付けるときに使用するんで大切に保管しておきましょう。でこちらですね、こちらの40号の袋、こいつをですねスパッと切って、先ほどのね中間のこの黒いパーツ、これをですね用意して、ネジ関係これも使います。で一応40号のこのネジに関しましては、これとですね先ほどのこの2つ、こちらについてた予備のネジと多分同じものだと思うので、今の40号の袋ですね、あれを開けたくない人はそのままねこいつと同じねネジをこっちに流用してもいいんじゃないかなと思います。でこちらのねパイプを避けてあげて、先ほどと基本的に同じです。こちらに関しましては上下ですね、ここのところに黒いパーツがはまってて、こいつがね抜けないようになっております。なので先にこいつを組んでからこいつを組むようにした方が表と裏がねはっきりするんじゃないかなと思います。で先ほどと同様にこいつの裏側にこの黒いパーツをピタッと合わせてネジを差し込んでいきますよと。であとはくるくる回して今のパーツを固定すると、ただそれだけですね。非常に単純というかね簡単な構造となっております。ただ問題になるのが、こちらの組み付けというよりも今ねブラーンとなっているこちらのねパイプといいますか、こちらのパーツの配線というかねパイピングに関しましてねかなり難しいと思いますんで、まあこれを組み付けるときまでちょっと勉強しておこうかなと思っております。であと同じような感じでここのところにこいつをねはめ込んであげて、ただただネジをしていくと、これだけです。簡単な作業なんですけどね、ここの部分の組み付けだけしっかりしておかないと、後々ですねタイヤを組み付けたときに脱落したりとかねぐらつく原因になりますんで、ここの締め込みとかですね、それだけはしっかりとねキュッとやっておいた方がいいと思います。で組み付けたら回転するのを確認する、その時にこちらのパイプですね、これ切らないように注意しながらこんな感じで作ってあげると。はい、これで一応足回りのパーツですね、これで前輪後輪の部分のパーツが準備できたと。あとはこいつをね組み付けていくという感じになっておりますけど、一応ですね最初の方にも言った通り、今回は細々したねパーツの方の段取りというふうにさせていただきたいと思いますんで、今回はこちらねディスクブレーキ関係、これをねちょっと用意させていただきました。はい、ということで今回はですね、週刊グランツーリズモエンツォフェラーリを作る、こちらの中から右左のディスクブレーキ、フロントとリア、こちらの方のね段取りをしていきました。はい、ということで次回ですね、次回もまたパーツの方のね段取りとなりますけど、一応こいつらですね、こいつらに関係するもののパーツですね、それのちょっと準備をしていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。